はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで山さんですね。はい、レガシーを一つね、よいしょ、よく売れてますね。はい、で今日開封して今日ね発送します。ちょっと早めに今日は日々をしています。はい、じゃあ前からね開けていきます。12パックですけど、まあ結構開け応えもあるので、はい、あ、なんだこれ、初っ端、はい、これなんだっけ、あ、ペリペリだ。はい、マッキーさん、タンナーマッキーさん、65シリですね。ペリペリきました。うん、これは届いてからペリペリしてください。はい、ということです。で、シリアルも入ってました。ルーキーのオプティーク149ですね。タンクベ、タンクベルだよね。出る。タンク出る。うん。で、サブセットとルーキー。ミニ。ミニ、ルーキー。こちらもタンクさんですね。タンクさんが2人いるんだね。よいしょ。昨日もこれね、結構、よいしょ。299ですね。まあパラレルが入ってるような、今年でちょっと分かりませんけど、まあ形式上はそんな感じだと思いますね。まあめくらない、めくる、うん結構めくらない方が多いんじゃないかなっていう気はしますけどね。ロリンロット、うん、3枚入ってる、ルーキー3枚入ってる、あ、ストラウド入ってるね。なんかルーキーとか、なんかパラレルじゃないか、ハイナンバーが1枚多かったり、2枚多かったり、結構、色ついてます。お、つねさん。はい。100シリです。リーダーの199ですね。ルーキーが1枚適当っす。なんかこの辺は、ホロですね。アンドレイ・カーター、シルバーですね。これね、またルーキー1枚。あ、ミニだ。ミニ、2枚ともルーキーでした。ラッシー・ルイス、ライス、75。ちょっと分厚い。じゃない、いっぱい入ってるのか、これ。ほら。あ、ミニも入ってる。あれ？ミニ3枚目だ。ミニが1枚多い。125でインサートがあって、クロームがここにあって、なんか後ろがいっぱい入ってる4枚入ってる、ルーキー2枚だ。ほんとね、こんなもんです。海外スポーツカードとか、こうね、あんまり開封したことない方は、ね。お、25シリのオーレンサップだ。うん。ね。はい、9
キブス。まあこんなもんです、海外セルカ、っていうまあ前提の上で開封した方がいいですね。はい、ひっくり返ってる。せーの。うん。DJ ムーアのベアーズだ。ベテラン音？ああ、ベテラン音だ。うん。25シリですね。はい。ベテラン音が来ましたね。で、ルーキーがこれゼロ。ね。はい、299ですね。なんかシリアルもなんかいっぱい出たような気がしますね。あ、ここに集約されてましたね。ルーキー4枚。で終わりね。ミニが3枚出ましたね。ね、DJ ムーア、DJ ムーア。オーレンサップの25シリも出ました。シリアルは1、2、3、4、あ、やっぱちょっと多い、5、あとこれミニね、シルバーね。で、6だ。1枚多いわ。で、ね。この、ペリペリするやつ。昨日も出てるから、同じケースに2枚いたってことですね、じゃあね。うん、まあ、ん？昨日はベテランか。ルーキーとか関係あんのかな？どうなんすかね。まあ、ケース1とは誰も言ってないですけどね。メーカーさんも言ってないですけどね。ケースヒットって。誰も言ってないよね、多分。はい。よいしょ。はい、ということで。まあ、2枚出ますね。うん。まあ、いくつかあって、それが何対何かは公表してないだけっていう感じ。まあ、兄さん昔はオッズ書いてあったんですけど、もうオッズ書いてないし。ね。まあ、たまに書いてあるやつはありますけど、もう今はもう書いてないですね。うん、まあ、同じケースで2枚出たってことですね。はい。ということで、こちらでね、今日発送いたします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。